劇作家の平田織座さんが主催する劇団青年団の本拠地の劇場が豊岡市に移転することになり、今月28日からはプレオープン公演が上演されます。今月27日に完成する荏原河畔劇場は、平田織座さんが主催する劇団青年団の新たな本拠地として豊岡市に整備されました。劇団はこれまで東京都目黒区の駒場アゴラ劇場を本拠地として活動してきましたが、このほど豊岡市に移転することになりました。劇場は JR 荏原駅近くの丸山川沿いにある旧豊岡市商工会館の建物を改修。この日は報道陣に向けプレオープンを記念して上演される劇の練習風景が公開されました。そんなのかな、びっくりして困ったんですよ。だからさ、なんでそういう表現の仕方をするのかがよくわからないわけ。だってそんな急にねえよ、ねえよ、もうちょっと、そう、照れないか。あのウイルス対策を万全にして、せっかくのお披露目ですので、多くの地元の方に来ていただければと思っています。プレオープンを記念した上演会は、今月28日と29日に開かれる予定で、入場は無料だということです。